でも大丈夫です。すみません。初めて見ました、こんなこちらが五島列島の島地になります。島地ですね、はい。マダイの内臓の主塔ですか、はい、はあ、初めてですね。主塔はでも、まあ、そんな難しくないので、あ、サヨリ、こちらがサヨリになります。あ、結構しっかり大きめで、はい、こちらは若竹新城になります。あ、竹の新状、あ、香りがすごいです。木の芽みたいな、はい、あ、木の芽がたっぷり。去年の唐津の海ですね、唐津の海を一回ローストして、でそこからお醤油で溶かすウニ醤油、赤ウニってことです。はい、去年の夏場の唐津の海ですね。値上がりする前に買ったんですよ。大分県の赤貝だったんです。大分の赤貝、はい、なんか変わるんですか。はい、あ、そうですか。あ、いただきます。あ、ありがとうございます。こちらが福岡のカマスになります。あ、カマスですか。置いてあるんですけど、上がですね、とびこと自家製の梅肉を、あ、また乗ってますね。こちらが長崎のマージン、マージン、あ、パウダーはさすがにそんな、ね、寝かしたりとか。どうですか、小肌はさすがに。小肌はですね、1週間です。2週間というか、あれ、その日のうちにもう塩とお酢まして、そこから毎日お酢くぐらして1週間です。はい、でもそれもなかなかないですね。はい、多分食べていただいたら多分わかると思います。はい、食べて寝かせない時もあるんですけど、うん、まあ、もう油で、ああ、なるほど。なるほどですね。素晴らしい。いや、美味しいです。春ですね。福岡は1ヶ月くらいしか食べれないから。これ福岡の乗り添えなんです。愛知県。愛知県。来ない。そうです、あんまりないですね。やっぱり硬い雰囲気で食べると、はい、なんか味わかんないですよね。そうですね。なんか楽しく食べるのが食事で、重要。ありがとうございます。少し気楽に食べさせていただきました。肛門はうちはミシュラン持ってるんで、子供は受け付けませんとか、嫌なんで。ああ、だからお家族、ご家族で見るとこもお子さんとかいらっしゃって、家族でご飯があるってすごい重要だと思うんで。そうですよね。こちらのサワラの蒸し焼きといいまして、はい、サワラを魚醤ですね、あれに漬け込んで焼いてあります。あ、はい、で赤いのが赤こんにゃくですね。赤こんにゃく、はい、近江地方の特産の赤いこんにゃくなんですけど、織田信長が光栄なく愛して、あ、率先して作らせたという。赤い色のあれは何かけ？三角鉄。あ、
三角ですか。はい、だから織田信長って甲冑も赤色ですね。ああなるほど。マントも赤色。あ、まあ、赤色が大好きだったんで。ああそれで。なるほど。はい。あ面白い。なかなかあんまり福岡で見ないですもんね。福岡ではあんま使わないんで。ですよね。はい、だから京都とかあと滋賀県とか冬場とかあのおでん食べに行くと大体こんにゃくっていうとこの赤いこんにゃく。あそうなんですか。はい、わかんないですね。わかんない。はい、特の子ですね。はい。これでもうあのボタン入りがですね、5日目走るんですよ。じゃあねっとりしっとりですね。絶対。ねっとり系かな。ちょっと食べていただければわかると思うんですけど、ボタン入りは乾燥と変水を繰り返してるんですね。はい。乾かして乾燥させて変水につけて、また乾燥させて変水につけて。だから水分あるんですよ、はい、ちゃんと。はい、そうなんです。でも乾燥することによって雑味が全部抜けていく。ああ、でまた今度は塩水につけて旨味を受け取ります。すごいなあ。じゃあ喉袋、喉袋も喉袋の効果ですね。いやあ、泡の周りが均一で周りで打って、で品がある油になってますよね。美味しいです。このマグロとか深海の魚なので、あんまり加速すぎると、今度あのアンモニア臭が出ちゃう。あ、なるほど。二枚重ねにしちゃうんですけど、あのお出汁につけて握っちゃいます。すごい、それは聞いたことないですね。はい。いやー美味しいですね。旨味と甘味と、はい、あのバランスが本当に良くて美味しいです。なんか 上品のあるとろみが出ますね。じゃあ対馬の穴子に入れます。失礼します。こちらがセリとカオサノリの赤だしになります。 ありがとうございます。さっきのボタンエビの塊でお出汁取って、 あ、じゃあうまいですね。ありがとうございます。あと最後のわらび餅で、あ、わらび餅なんて、 ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。だいぶお腹いっぱいになりました。なりました、ありがとうございます。